どうも、近藤と申します。どうぞす、はい、本日は8月の28日、やずやですね。ああ、やずやの、あの、ちっちゃい。今日のイベントは何もありません。そんなこと言うなよな。今日はイベントは何もありません。なんか知りかもしれないですけどね、いやいや、そんなことないのよ、俺の大好きなクッキーアイドル、あいまいまいんの、まいんちゃんこと福原遥ちゃんの誕生日です。あのポテちゃんと一緒にドラマ出てる。あ、そうそう、応用してるな。いや、見てる。よう知ってるな。ということで、何しに来たんですか、これ。本日はですね、渋谷近辺のリストックする店舗をパトロールしてみよう。今こうデジタリのね、渋谷港なんですけども、この近辺の、リストックいつもねしてるお店を回って、週始め、何かあればいいなというね、ことで、回ってみたいと思います。まあでも本当にリストックってなかなか出ないんで、まあでほとんどね、おそらく何にもない映像が連続すると思うんですけども、もしかしたらそうですね、あのまあそんな簡単に撮れないよっていうのが伝わってくれたらまあいいかなっていう。まあそうですね、まあちょっと、まあ、一旦もうめんどくさいんで行ってみましょう。あ、もう行きます。はい、はい、スニアカ男子。じゃあまずね、一番最初に分かりやすいところで行きましょうか。はい、こちら渋谷のねキスですね。なんかこれ噂によると店舗撮影ダメみたいな。嘘。あーらしいよ。何があるかちょっと一旦見ていきますわ。とりあえずまあ何があったかというと、今日のターミネーターね。ありましたね。ありました、あとウエストインディーズもあったし。あ、ウエストインディーズありましたね。あとあれもあったな、ジョーダン1のエレファントとかね。ビューインサイドのツマグロ、ジョーダン3があったりとか、ジョーダン5とかで、昨日のパロミノは、ないという。ないね。で完売ですね、うん、昨日の時点ですぐ完売してるもん。あ、そう、列できてる。すごいね。結構あったらしいけど、まあ販売はしてると、まあ、特にリストックはなしですね。まあそうですね、ジョージタウンが、普通に売ってると、どうしたの？いう感じでございます。はい。じゃあ行きましょうか、次の店舗は。はい、じゃあ続いてこちら、ストーミーね。見てみましょうか。どうなるか。ストーミー行ってきました。いやー、まあ、スニーカーは特に今日もなく。まあそうだね。今日の赤いのもなく。ああ、確かに確かに。今日発売してるからね。堀越選手のパーカーは、ね、2種類。茶色と、緑。なんかオリーブみたいな。はい。サイズはまあ出てる分だけだと、まあ L か M。 ああ、ちっちゃいんだよねあれ。小さそうだな、SB ラインは。わかんないけど、まあとりあえずここまっすぐ行ったらモータルあるんで、こちらモータル。いやまあ普通に服買ったりよくしてるけどね。まあそうっすね。ちょっと行ってみます。はい。あれがあったね、メッツのダンク。ああ、まあそうね。メッツ、あとは福原愛さんのフライストリートウェア。あ、ジャージね。3文字並んでて、服と愛があったらもう福原愛だもん。いや、そうそうそう。あ、いや、今日の赤は置いてないんだね。ないんでしょ、やっぱり抽選のもあれね。スニーカーズとかで買えるけどな、まあ、あとは横浜のラッカーとかで抽選。ああ、そうか、もう間に合わないな、注意じゃん。12時から配るっていう感じ。わかんない。次のやつがね、ちょっといいなって。あ、また出るね、同じね、系のやつが。見応えがあるか分からないですけど、いいリストックがあるか。見応えはねえよ。見応えはない。リストックに巡られるかね、分かりませんけども、月曜日の東京ね、夏の終わり。あ、まあちょっとプラプラしてますか。フィンランド戦ね、フィーバーした、翌日の日本です。東京ですね。いや、あれいい試合だったな。ワールドカップは沖縄ですけど、すごいわ沖縄。そう考えたら行きゃよかったな。いや、芝で行きゃよかったよ。すごい、フィンランド戦終わったらもうフィーバーしちゃって。ああ、すごいな。いい時間だよな、見やすいわあの時間。そう。まあとりあえずちょっとシュプリーム行ってみますか。行ってみましょう。渋谷ね。はい、やっぱりバックパックの青のやつがねえんだな。ないですね。あ、お箸もなく。あれないんだね。ポンドが狙ったカーディガンもなく。いや、それはないでしょ。ねえ。あれ発売日に終わってんでしょ。バーシージャケットもなく。あ、もう俺ウィーク1全然知らんわ。あ、そう。一応ね。全部見てるの。あ、そうなの。何やってんの毎週。ほぼ全然把握してない。毎週水曜木曜ぐらいよ。何でチェックしてんだそれ。え、何でチェックしてんの。シュプコミュニティみたいな、なんかああいうインスタとかで見るやつ。ああ、うん、ちゃんと見る派なんだな。いや、意外とね。あとなんだ、何がある。 ABC。 ABC 行きます。あ、すぐそこに ABC あるんで、さあということでこれですね、 ABC。 ほんと目の前、品揃え豊富ですね。てかあそこナイキしかないんだね。ね、ナイキのオンリーショップみたいになってたの。確かに。
まあ一応ジョーダンもあるし、NSW もあるしみたいな、うん、まあいろいろ諸々ありましたけど、あ、こんな発売してたんだなっていうのがね、そうものがいくつかあって、95のかっこいいやつありましたよね。まあやっぱ ABC でしか入らないラインもあるだろうし、うん、そうなんですよ。なかなかこう俺らが普段パパパって見に行ってるところにはないものもあったなっていう感じですね、うん。まあ、特ダメだったリストかなしという、まあまあまあなかなかないですね。これは今日大丈夫ですかこれ。まあもうね、中日回ったんでもう大体はこの時間でなかったらもう基本ないです。あ、本当？はい、はい、そしてアクティーズね、はいはいはい、行ってみましょう。ということでアクティーズは何もないですかね。オープンショップとかあの辺がね、まああの辺はあるね、地上に置いてあるんですけど、まあ今日の赤もないという。いや、ないんだって。ないですね。基本置いてないから、当日。あ、そうなんだ。うん。目の前にアンディあるんで、行ってみますか。ありましたね。あれ？でも手ぶらよ。え？手ぶらじゃん。そう。なぜなら、昨日私たちが買ったパロミノの小さいサイズがありました、ね。あら。ええー。2日なんだよね、杉川さんね。んですね。うん。まあ、早めにここでは買えると。あ、多分まあ、測った感じ、ね、うん、ちょっと高めねだったんですけど、24センチぐらい。だいぶ変なやつよ。普通に中でサイズ見た方が普通だから。サイズなんか見れないのよ、手弱で測ってるやつだいぶ変。まあ一応それがまああったと。はい、じゃあせっかくなんで FTC も見ましょうか。はい、FTC もね、今見ましたけど、特にリストックはなしというような感じです。はい、やってきました、こちらワールドフライ東京。ちょっとね、12時も過ぎたんでちょっと店内入ってチェックしたいなと思います。いやー、すごいことっすね。反応困るわ。ユニオンアパレルが全種類とかしてる。あ、全種類やった。全種類やった。まああれ2日前ぐらいから出てますけど、まあ結構過激だね、女性のやつとか。穴ぽこだらけだね。もうすっけすけの、いや、もう洗濯ネットぐらい穴開いてるよ。あれちょっとマネキンでもちょっとマネキンでも、いえ、だいぶやばいってそれ。だいぶ変よ。スポーティーだから、スポーティーな感じ。まあまあそうですね、うん、マネキンで結構興奮できるようなセクシーのラインじゃないのよ、スニアカ男子。まあ大概まで行ってみるか。そうですね、せっかくだから。 SNS がまだやってるかどうかってね。やってるかもね。私聞いてねえんだよな。SNS の、まあ SNS を見るんですけど、もうストーリーが上がんなくなりましたね。え？あれ？じゃあちょっと、どうなんだろう。なんか7月31日ぐらいのなんか投稿最後で、なんかラストスパートみたいなの書いてある。ああ、ちょっと見てみますか、じゃあ。もしかしたらもう、閉店してる可能性があります、ね。行きましょうか。はい、ということで、代官山やってきました。いやー、久々ですね。1ヶ月ぶりですよ。結構、時間経ったよね。ね、多分ね。うん。とりあえず、ここのね、本カフェやってる。本カフェやってるね。この一本道をね、行くわけですけども、はい、え、あれちょっと、カフェが、これはあれカフェがやってないんじゃない。あーあーあ、一応このカーはありますけど、あスペシャルデリバリー、ね、ああ、もうほらタイヤ外れてるの。それ前からだろ、多分。あ、そうさすがにお前、このタイミングではないでしょ。雲を触っちゃって、あらエントランス、ああもうもう中が中が中が完全にもう、あーもう完全にまとめてますね、荷物。あー完全にまとまってるね。あらららら、これだ。 SNS カフェ東京メンテナンスのためクローズ。あ、メンテナンスだ。あ、メンテナンスがもしかしたら改装するんじゃない。メンテナンスでした。なんだ、人はいない感じですね。びっくりするね。さあいよいよです、ポンちゃん。あ、ね、見えますかねこれね。ほら、わかんない、ちょっと反射で見えづらい。え、あ、重機はあるけどその試着室とかもうないですね。なんもなくなっちゃった。あ、もうこのこいつだけだ。足だけ。あれ SNS 東京メンテナンスのためクローズします。あれ、ここメンテナンス、なんかある、もしかして。
閉店の文言ないですね。うん、でももうないですね、特には。うわー、もうレジも重機は売れたんかしら。確かに、ね、重機一応販売しますってね、ありましたけど、ちょっと重機だけあるかチェックするか。ある？あ、ない。ソファ。ないないない。ちょっとすごい見えにくいけど、ない。はい、あ、じゃあ、ソファは売れたのかも。誰かが買ったのか。いや、それか、誰かに安く売ったんじゃないもう。ああ、かもね。ああ。すりやがれるし。はい、というわけでね、SNS 来ましたけども。これなんだろうね、閉店したのかな。まあ、メンテナンスという、まあ閉店、やっぱ閉店じゃないですかね、これは。なんか休止という名の解散みたいな。うん、まあまあまあ、確かに休止、無期限活動停止みたいな、ね、まあ俺らもやってるかもしれないけど、ね、まあ俺らね、そこら辺はちょっと定かじゃないんですけど、まあとりあえず今日一通り回りましたが、まあリストック等はまあなくね、新しいこう目星ね、ゲリラ的なものもまあなかったかなというでございます。まあでもこれがね、言ったら渋谷原宿の日常ですから今日ね、昼間に、まあ、堀米選手のダンクが、まあ、ゲリラで限定アクセスした、これを取れただけでもね、よかったじゃないですか。いや、俺たちに来てないからはい、ということでね、本日は、朝からね、ちょっとリストック、および、ジョージタウンの販売、そしてね、赤いダンクの販売を回ってきましたけども、ジョージタウンはね、店舗販売ありました。ということでね、SNS は、閉店なのかもしれませんけど、あなたの心の中にエッセンスはいつまでも生き続けます。それまで皆さん、バイバイチュー。バイバイチュー。どうでしょう。これどうする、来週普通に復活したから。いや、本当メンテナンスしたらね。本当すんません。いや、わかんないですよ。だから本当にメンテナンスってことはね、ちょっとどっちのあれなのかわかんないですよ。わかんないからね。まあ一応オンライン上、アプリ上はね、買い物できます。まだね、商売してますので、はい、よろしくお願いします。ということで、現場からお願いします。はい、はい、ということで本日は8月28日、月曜日ということで、現在ですね、間もなく11時を迎えます。3日前、8月25日、うん、あのダンク出ましたね、堀米ダンク。おお、ね、で、まあ一応ね、店舗販売はなかったんですが、うん、なんと名古屋の FTC はゲリラがあったのよ。あ、その当日で、ええ、え、普通に FTC の抽選もありつつの店舗での、うん、店舗もある。まあ厳密に言うと、その会社違ったりするから、そういう課題もあるのかもしれないけど、まあそっちは出てって、ほんでね、原口知らないと思うんだけど、その次の日、ほんなら東京版じゃないかと、朝一めちゃ人並んだの。で、実際ね、ゲリラはあったのよ。嘘。ただそれはオレンジレーベルのパープルダンク。あ、この前上げたやつ。そうそうそう。でシュプリームもそれ出てて、でその日結構出てたんだけど、なんだちょっと1日ずれたんだ。いや、1日ずれ。まあ、どっちにしろなんだけど、買ってるからどっちにしろなんだけども、まあ、ちょっとじゃあ予見は、まあ、一応合ってたっていうことですね。そうそうそう。だから、ちょっと29日スニーカーズ出るでしょ、そのタイミングまでには俺出す可能性ちょっとあるなって。あ、なるほどね。それがまた週末か。そうそうそう、まあ、ちょっと今日も見とこうっていうところですね。まあ、もしこれでねなくて、そのね今言った2日の候補日に人並んじゃってなくても責任取れませんって言ってね。あ、そりゃそうよ、うん、そりゃそうだよ。すいません、勝手に来てんだから、うん、そりゃそうよ。ゲリラってね、もう勝手に来てる、怒ってられるやんって言ってね。そうそうそう、怒ってる方が頭おかしい。それがゲリラですから、ね、そういうもんですから、ちょっと今ね、様子見ますか。現状ですね、お店オープンしましたね。オープンしましたけど、誰も、まあ、いないと。ちょっと行ってみます、ね、まあだから、一回店舗普通にまあ見て、まあないっすよねっての軽く聞いてみますか。なんでみんな2、3席あんな当たってんだよ。すごいよ、俺たち全然当たってない。福島も当たってない。1個も当たってないのかじゃあちょっと行ってみますか。行ってきました、ね、ないっすね。ないっすね、それないんじゃ、こんな週始め月曜日に。まあということで28日はリスト君なしと。今7時10分ぐらいなんですが、多分解散のアナウンスがありましたね。残念残念。はい、ということで現在ですね17時40分ぐらいですか、まさかね、今日行った FTC で堀米ダンク出ました。最悪最悪すぎる。渋谷港残ってる、やっぱそのまま変えたのにやられました。まあ、あんなにたくさん回ってもね、やっぱダメですし、タイミング1個でね
全然買えないっていうことがたくさんありますんで、まあいい飯馬動画だったんじゃないかと思います。ということで明日オンラインでね、次ガスで必ずぶち当てますということで終わります。明日最悪。